西鉄の林田浩一社長は、九州大学箱崎キャンパス跡地の再開発事業について、優先交渉権者に選ばれたグループの一員として、新たな街づくりに寄与していく意欲を示しました。林田社長は今日の記者会見で、西鉄沿線を中心とした街づくりの経験や、オンデマンドバスの運行で培ったノウハウなど、自社の強みを生かし、選ばれた8社の一翼を担っていく考えを示しました。まさにこう多様性を持ったさまざまな企業が連携しないとですね、本当にこう精神的なスマートシティというのを実現しないというふうに思っています。西鉄と福岡市地下鉄が乗り入れる貝塚駅近くに、JR が鹿児島線の新しい駅を設けることから、交通の大きな結節点となる。新たに生まれるかなりの移動需要に応えていきたいと述べています。